もうだよ。もうは毎日乳を絞らないと病気になってしまうよ。最悪の場合、私たちの数を減らされてしまうかもしれないんだもん。北海道は日本一の酪農王国だもん。今回、ナマラデッカイドのメンバーが牛乳消費拡大のために牛乳を使った料理を作ってくれたので紹介するもん。皆さんこんにちは。僕は牛乳を使ってピザトースト、シーザーサラダ、ヨーグルト、チーズを作ったよ。普段スーパーで当たり前に買っている加工乳製品のありがたみを実感したよ。皆さんもよかったら作ってみてね。今回僕はカルボナーラを作ってみたよ。いつもは冷凍食品のものばかり食べているけれど、今回は牛乳を使ってソースから作ってみました。また右にある飲み物は牛乳とヨーグルトを混ぜたラッシーになります。これもとても簡単に作れるので、みんな真似してみてね。僕は牛乳を使ってポークソテー、クラムチャウダー、ポテトサラダ、寒天デザートを作ったよ。今回の調理だけで牛乳を1リットルも使用したよ。牛乳の使い道ってこんなにたくさんあるんだね。皆さんもよかったら試してみてね。僕は牛乳とウイスキーを混ぜて作るカクテル、カウボーイを作ってみたよ。今回は砂糖で味を整えたけど、シュガーシロップや蜂蜜、チョコレートなんかを入れるといいと思うよ。あ、ウイスキーはね、バーボンがおすすめです。私の今日の夕食はトマトリゾット、シーザーサラダ、杏仁豆腐で、リゾットには 400ml、サラダのドレッシングに 60ml、杏仁豆腐に 350ml、すべて2人前で合わせて 810ml の牛乳を使いました。もう一杯。